か見つかりまして？いえ、何でも。ジャムがちょっと。リリさん、後ろ。リリ、何をしているの？お姉様。なんでこんなとこに人がいんだ？その子はリリーよ。祭り様と、モユ様。ごきげんよ、リリー。ちょうどさっき結果が出たところでね。保有マギの値を示すスキラー数値は50。ちょっと心もとないけど、リリーはリリーね。スキラー数値50って、私がリリーに受かった時の数値と一緒です。あら、奇遇ね。この子が、リリー？時に高松君、先日そちらに保護された民間人のことだが。ああ、該当する者はおりますが、それが何か。民間人がヒュージとの戦闘に巻き込まれたというのなら、対外的な問題になる前に我々には身柄を引き受ける用意がある。せっかくですが、お気遣いはご無用です。彼女はリリーであると判明しました。ほう、リリーとは。君たちの手を煩わせるには及ばん。提案を受け入れてはどうだ。ご存知の通り、当学院には対ヒュージ防衛戦以外にもリリーの保護という役割があります。そのため学院には独自の自治権が認められております。リリー一人がどれだけの戦力になるか。そのリリーを一箇所に集中させ、かつシビリアンコントロールを受けることもなく自治などと、それがどれだけ危険視されているかはもちろん君も知っているだろう。もちろんです。関係各所にそれを認めさせるための苦労は筆舌に尽くしがたいものがありました。この学院が預かるのは年端もいかぬ子供ばかり。その彼女たちをヒュージ殲滅の矢面に立たせる我々もまた危険なのではありますまいか。今のは問題発言として記録されるぞ。少なくともリリーが人間の敵になるなどありえないことです。リリー第一世代としての君の見解は承知している。だが過度な思い入れは判断を誤ることになる。一つお聞かせ願いたいのだが、彼女に興味を示しているのはどこの誰ですかな。質問の意味が分かりかねるが、それは君とは関係ないことだ。関係ないとは。待て、また改める。すまなかったの、付き合わせてしまって。いえ、生徒会長としての権利ですから。それよりお聞かせ願えますか。理事長代行が彼女をどのようにお考えなのかを。はあ、いけない、明日の実技の練習忘れてた。リリー、ない、ない。え、大丈夫だよ。また来るから。リリー、行かない。リリさんはもう行かなくちゃいけないの。代わりに私で我慢して。ない。ハートブレイク。私、いた方がいいでしょうか。じゃあこうしましょう。
リリさんは当面この子のお世話係になって。あなたの学業やレギオンのことは学院側からフォローしてもらうわ。そんな、そこまでしてもらわなくても。この子のことは理事長代行直々に任されているのよ。リリさんがいてくれれば私も安心だし、レギオンの人たちには私から伝えておくから。あ、いえ。それは、どうかなさいまして、ユユ様。何か。ユユ様、そうは言ったもののどこか落ち着かないのではありません。多少胸の内がざわざわと。かもしれないわね。ささくれがチクチクと痛むような。なぜそれを。ユユ様、それはやきもちです。やきもち。私が誰に。もちろんリリさんの大事なあの子にですわ。楽しそうね、楓さん。ええ、それも一匹狼として仲間からも恐れられたユウ様がリリロスで禁断少女とは。ブブーですわ。リリロこと、このことにかけては私に一日の長がございましてよ。威張ることか。わあ、それ私の教本。お姉様が持っててくれたんですか。さあ、たまたまよ。ありがとうございます。まったく聞いてられませんわ。さあ、これで涙を。泣いてませんわ。あなた、この間の。お、元気になったかって、その制服。うん、正式にユリが丘の生徒にしてもらえたって。編入されたってこと。まあ、かわいい。ほら、ご挨拶して。こちらはユユ様だよ。ユユ。もう、ちゃんと練習したでしょ。自己紹介しようよ。なんで。なんじゃ、リリとこの娘。姉と妹って感じです。ちょっとあなたたち狭いわよ。もっと詰めろ。マイも見たいぞ。これ何。スコーンよ。食べたいの。食いしん坊さんね。誰かさんのようだわ。私ですか。ユユにもう一人シルトができたみたいだ。食べていい。ちゃんと手を拭くのよ。妹というか母と娘じゃな。ユユ、お母さん。産んでないわよ。じゃあお父さん。違いますから。で、この子の名前は分かったんですの。あ、それがまだ記憶が戻ってなくて。それじゃあ今までなんて呼んでたんだ。え、1週間近くありましたよね。それは言ってごらんなさい、リリ。ユリ。は？あ、それは私ユリ、リリが言ってた。それは海を思い出すまでの世を忍ぶ仮の名で。ユリちゃん、ご飯ですよ。ユリちゃん、ご本読もうか。ユリちゃん、一緒にお風呂行こう。それ、私がつけたユユ様とリリさんのカップルネームじゃないですか。いい、あら、それは。あら、いいんじゃないでしょうか。似合ってる、どうも。なんか愛の結晶って感じだな。一緒に猫缶食うか。いつの間にやら、既成事実が積み重ねられてますわ。じゃあ、決まりじゃの。その名前でレギオンにも登録しちゃいますね。ふみちゃん、名字はとりあえず一つ柳さんにしときますね。まあ、いいんじゃないかしら、リリ。おいしい。あ、いいな、わしにもくれ。彼女を生徒にするとは思い切りましたね。身元がどうあろうが、リリーであればリリーとして正当に扱われるべきじゃからな。影で探っている人たちもこれで表舞台に立たざるを得なくなるでしょうね。次回はユリちゃんを試練が襲います。頑張ってユリちゃん。いよいよ来週は戦技競技会ですね。ユリが丘の競技会って何をするの。
後頭部のは私も初めてね。だけどきっと楽しめると思うわ。へえ、運動会みたいなものかな。表向きは日頃の切磋琢磨の成果を披露する場ということですけどね。クラス部門、レギオン部門、個人部門などの成績を競い合って、最後に選ばれる最優秀リリーには素敵なご褒美があるそうですよ。ご褒美？今年は高賞化全面協力のもと、チャームに高級オプション付け放題だそうです。それは残念、私のジョワユーズに足せるものだとございませんわ。わしら高賞化は甘く見るでないぞ。どんな魔改造もお手のものじゃ。へえ、いいこと聞いちゃった。電磁式シンクロナイザーと可変ダットサイト予約しとこうっと。ん？位置も狙ってるの？奇遇だわね。ダメだよ、最優秀リリーはソラハ様のものだもの。出たな、アルブヘイム。儲かったつもりか？前にお主らのやり損なったヒュージをわしらが仕留めたこともあったがな。それはそれ、実戦の借りは実戦で返すわよ。まあそこら辺のチンチクリには負けるつもりはないけど。なんじゃった？ま、せいぜい頑張って。ねね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 ねすいふくみちゃん。そんなこと言われたら断れないな。さて、ゆりさんのことも一段落したところで、次はユージャさんね。あ、これとこれ。え、この日のために用意したの。こんなのもあるぞ。なんで猫耳は外せない。ヒゲはやめて。仙人さんたち何してるのかな。ユージアさんをコスプレ部門に出場させるって。ユージアさんはちょっと地味じゃありません？まだ何にも染まっていないのがいいそうです。そういうものですか。お前本当にリリにしか興味ないんだな。そりゃそうですわ。やりましたわ。やりきったの。さて、本日の客人は15名が敷地内に侵入しています。またドローンが3機ほど。素性は偽装していますが、大半は国内外の政府系組織です。中にはチャームメーカー、反政府組織や自然保護団体と思われるものも。まだ分析中ですが、興味の対象は一つ柳由里で間違いないようです。こちらは何を探ります？情報のルートを徹底的に、通信の量とその行き先じゃ。挑発行為があった場合は、デバガメが分を超えた場合の対処は諸君らに頼む。はい、ユリさんには指一本触れさせません。デバガメって何？まずはクラス対抗戦ですね。私たち1年椿組は2人1組で技を競います。お邪魔虫の入らないここならば、無防備なリルさんは私の思うがままですわ。ん？なぜユリさんがここに？私も椿組だから。なんだって？編入されてもう1週間は経ってるよ。お邪魔虫に行こう。先生の話を聞いていないのですか？あいにく都合の悪いことは記憶に残さないたちなので。ポンコツか。昨日練習した通り、いい？うん。位置も出んのか。あ、違
ビッコには負けん。ちゃんとニャロメ競技開始です。こんな時でもないと構ってもらえませんから。倒しちゃったらごめんなさいです。ちょっと抜け駆けしないでよ。こらユユは敬遠しなさいって言ったでしょ。しょうのない子たちね。いいなお姉様。うん、いいぞ。もっと本気でいらっしゃい。へへ、昔じゃな。好きだらけよクロピウスさん。ユユ様にお相手してほしいけど、今日はあんたでカバーしてあげるわ。タンゴフィッシュフェイズドランテンテンテン。避けてしまえばみんな同じよ。へっへっへ、避けてくれてありがとうなのじゃ。ミリアムさんのフェイズドランセンデンス勝ちです。ん？フェイズ…まあ、わしがちょいと本気を出せばくるの通り。午後のエキシビションマッチ、モユ様が研究の一環で作成したヒュージロイドとミリアムさんの特別対戦のはずですが。ああ、マイがミリリンの代わりに登録し直しといたぞ。そんな、相手はモユの作ったなんかだろ。大丈夫じゃないか。モユ様だから心配なのでは。間に合わなかったか。ああ、モユ様、どうにかしてください。いや、この折勝負がつくまで開かないのよ。要はユリが勝てばいいんだろ。エキシビションだから当然リリーが勝つようにセッティングしてありますよね。いいえ、その逆よ。ゴリゴリにチューニングしてグロッピーもイチコロのはずだったのに。ユリちゃんが危ないわ。モユ様、わしをどうする気だったんじゃ。手慌てるのが遅いわ。名付けてメカルンペルシチルツヒュン君よ。名前もなのか。よほどお気に入りじゃの。初心者が無茶するのは私の役目じゃなかったんですか。時代が変わったんでしょう。はい、ユリが丘のゴシップは今やすっかり謎の美少女ユリちゃんにとって変わられましたから。ユリちゃんまで。リリー、私やるよ。ユリちゃん、私もリリーになりたいの。リリーになってみんなのこともっとよく知りたいの。だから見てて。信じなさい、リリー。あの子はちゃんと見ているわ。あなたもちゃんとご覧なさい。あれはユユ様の方。止まらず動いて、相手に隙を作らせれば勝機はある。みんな、リリー、私が最初に手ほどきした時のこと覚えているでしょ。最初に教えたのは。はい、あえて受けて流して切る。そう、ほら、あえて受けて流して、やっ、切る。ハハハハ。
技会はユージアさんがコスプレ部門で最優秀リリーに選ばれ幕を閉じました。雑のオチだな。解析家からユリちゃんの DNA の解析結果が届きました。うん。彼女の DNA は平均的な人の女性であるのは確かですが、どこか不自然で、なんというか平均的すぎるんです。普通の人間はどこかしら偏っているのが当たり前なのに。要点を頼む。彼女はヒュージに由来する個体というのが私の結論です。人化したヒュージというわけか。驚かれません。残念だが先手を打たれた。研究機関ゲヘナとチャームメーカーグランギニョルが共同研究していた実験体の紛失を国連に届け出た。連中、彼らが言うには彼女はヒュージから作り出した幹細胞を元に生み出された人造リリーだそうだ。その表現、胸クソ悪いです。可能なのか。ヒュージの DNA は多層ゲノム重複を起こしていて、これまで地球上に現れた全ての DNA 情報を備えていると言われています。その中にはもちろん人のものもあって、箱舟に例える学者もいるほどです。あ、まあどうやったかは知りませんけど、行為としては可能です。倫理を無視した完全な違法行為だ。しかも連中は己どもの不始末を晒してまで彼女の返還を我々に要求してきおった。どうします？彼女が人でないとなると、学院は彼女を守る根拠を失うことになる。チャームメーカーグランギニョルの総帥はカエデ・ジョアン・ヌーベルの父親です。もしもし、お父様。大丈夫だよユリちゃん、帰る場所はきっとあるから。動かないでねユリちゃん、動いちゃダメだからね。リリー落ち着け。だって前髪だよ。ちゃちゃっと済ませて朝練するんでしょ。くすぐったい。有事研究の国際機関ゲヘナとフランスに拠点を置くチャームメーカーグランギニョルは、捕獲したヒュージの体組織から幹細胞を作り出した。ヒュージの DNA には過去この地球上に発生したあらゆる生物の DNA が重複して保存されていると言われている。彼らは人造リリーを作るため、その中から人の遺伝子を発現させようと試みた。今我々の保護しているのが連中の言う実験体というわけだ。彼女はリリーでないとなれば、学院は彼女をかくまう根拠と動機を失うことになる。我々に選択肢はないというわけですね。私はブーステッドリリーだ。昔ゲヘナに体中をいじくり回された。ブーステッドリリー、リリーの能力を人工的に強化しようという試みです。ユリが丘に保護されてやっと抜け出せた。ゲヘナは嫌いだ、信用できない。出動よ。リリには逮捕命令、ユリには捕獲命令が出たわ。二人を追います。それは何のためです？一つ柳隊はどの追っ手よりも早く二人を探し出し保護します。これは副隊長としての私の判断です。意義のあるものは従わなくて構いません。それって学院からの指示とは違うよな。指示は学院ではなく政府から出たものです。だけど私たちはリリーよ。リリーがリリーを守るのは当たり前のことでしょう。ユユ様ならそう言ってくれると信じていました。あ、そういえば楓は？あいつんちも今回の件に関わっとるようじゃからな。
罰もあるかろう。楓か。ようやく出てくださいましたわね、お父様。元気か。ええ、ピンピンしていますわ。すまないが、今は都合が悪い。後でこちらから。でしょうね。随分とやらかしてくれたものですわ。すまない。この件ではさぞ苦労をかけたと思う。だが会社のことに口を出すのは、たとえお前でも。お父様が許すか許さないかは関係ありません。このままでは私がお父様を一生許せなくなります。ゲヘナからの提案は愚劣極まりないものだった。心から軽蔑すべきものだ。ヒュージからリリーを作るなど。ヒュージから作ったリリーならどうなろうと構わないということですか。吐き気がしますわ。私はお前のような娘たちが戦わなくて済むようになるならと、それを受け入れた。チャームメーカーの総帥とは思えないお言葉ですね。その志には感銘を禁じ得ませんが、お父様は間違っています。実験は失敗ですわ。だってあの子、私たちと何も変わりませんもの。結局どこかに傷つくリリーがいることに変わりはありません。お願いです、お父様。私に自分の運命を恨むような惨めな思いをさせないでください。マギを持ちリリーになったことも、お父様の娘に生まれたことも。本日早朝に捕獲命令を出したヒュージを、ユリガ丘のリリーが連れ出し逃亡したという報告が複数寄せられている。事実です。今は彼女たちの身を保護するべく学院を挙げて対応中です。彼女たち、逃亡したリリー1名とヒュージ1体だ。気をつけたまえ。マギという得体の知れない力に操られるヒュージ、それに対抗するリリーもマギを操るという点で潜在的な脅威になりうると危険視されている。今さらリリー脅威論を蒸し返されたくはないだろう。何か言い分は。彼女たちの願いはただ自由に生きたい、それだけです。いや失礼、そりゃ誰だってそうでしょう。そうは言ってもですよ、マギを扱えるのが人類にとってリリーだけなら、彼女たちにかかる負担というのもそういうものだと納得できませんか。失礼だが、理事長代行は話をそらしておられるようだ。年端もいかぬ娘たちを戦いの矢面に差し出すのです。我々が何のために戦っているのかは常に問い続けるべきかと。リリーを要するガーデンにはこの時世にもかかわらず破格の待遇を許してる。何のためか明白だ。ましてヒュージをかばうリリーなどあってはならん存在だ。怪物と対峙する者は気をつけねばならない。自らもまた怪物になってしまわぬように。さよう、我々も肝に銘じるべきでしょうな。失礼、新しい報告が入ったようだ。はじめまして、ユリガオカ女学院交渉科2年の真島萌優です。マギに関する論文は昨年だけで51、その界隈では週刊萌優って呼ばれてますね。萌優くん。おっと失礼しました、いきなり結論ですが、ユリちゃんは人です。ヒュージじゃありません。はい、論拠ですね。ユリちゃんのゲノムを解析した結果、 99.9% の精度で人と一致しました。 100% ではないのだな。はい、もちろんです。 100% の人というのは存在しません。だって私とあなた同じですか。違いますよね、みんな違うんです。多様性の獲得こそが生命の生存戦略の根幹だから、ゲノムは日々更新されています。だから違って当たり前、私もあなたも 99.9% の人なんですよ。だがヒュージだ。それなんですが、遺伝子的に人であると認められたものは由来の遺憾を問わず人とみなすという国際条約が20年も前に発行されているんです。倫理的に不適当な研究が横行した時期ですね。もちろん我が国も批准してます、去年ですけど。だがヒュージはヒュージだ、例外などない。
ちなみにヒュージ由来の遺伝子はユリちゃんが人化した時点で機能を喪失していることが確認されました。なんとこれは今回の当事者でもあるグランギニョル側から提供された資料からの裏付けです。いやー、これがなかったらあと1日はかかってたでしょうね。もう一度申し上げます。ユリちゃんは人です。ならば彼女はリリーということでもありますな。命令違反は捕獲命令自体に根拠がなかったということです。撤回してもよろしいですかね。我々の処置は適切だった。事実が明らかでなかったのですから致し方ないでしょう。リリー二人の処分は学院が後日責任を持って下します。言うまでもないが、ユリ君がリリーと分かった以上、前例にのっとり彼女の身は当学院で保護するものとします。前例万歳だな。マギを使えるということだけど、まさか。
朝はゆりちゃんの髪を切ってたんですよ。少し伸びすぎてたから。ゆりちゃん笑ってて、私も。なのに、なんで